はいブリューをお使いの皆さんこんにちは今日はすごいニュースがあります先日よりブリューの音声がいくらか契約が解除になったりして使えない声が出てきたりちょっと不安な部分がありましたがなんとなんとあの有名なボイスボックス通称ボイボと呼ばれる音声合成がブリューで使えるようになりましたこれは素晴らしいことです僕も ボイスボックスはとっても応援していましてですねピクシブファンボックスというボイスボックスを応援するサイトがあるんですけれどもそこでは開発者のヒホさん日本名では広島さんと言いますけれどもこのヒホさんにもわずかながらですけれどもクラファンにも登録していましてですねとっても応援していますそんなボイスボックスがブリューで使えるようになったわけです 今回使えるようになった音声というのはズンダモン四国メタンなどボイスボックスの中でも可愛くって人気のあるものもちゃんと入っています1期生から3期生までの主力な音声がブリューに搭載されましたもう興奮気味ですとっても楽しくブリューが作れるんではないかなと期待していますでは早速ですけれども一つ一つのキャラクターと その音声などを紹介していきましょう。まず一つ目はズンダモンです。ズンダモチの性というようなキャラ設定がありまして、ちょっと不幸な毒性が備わっているというようなことが書かれています。ここで音声をいくつかご紹介します。僕の名前はズンダモンなのだ。さあそこの君たち、あがめた,たえるのだ。これがズンダモンの声で、 とっってても可愛らしい声になっております次にもう一人の1期生四国メタンこれは後頭部2年生といいう設定になっています常に金欠というところがなんとなく親近感を覚えるのはなぜでしょう17歳ということになっていますが若干ツンデレ音声は「私は漆黒のメタン全ての白地図を漆黒に染める女よ天に十二級地に獅子」。 まうがちてとうをたつはいこんな感じです案外アナウンスなどにも使えるような正統派な声だと思います次にご紹介するのが春日がべつむぎです埼玉県内というねなんとなく具体的なそんなキャラになっていますどこにでもいそうなギャルっぽい女の子ですねそして音声ははじめまして埼玉ギャルの春日かべつむぎだよ 埼玉いいところだよ何にもないけどこんな声が「春日部紬」このようになっています次はちょっと幼い感じのキャラクターです雨晴れはうと言います。これ読み方ね漢字だけだったらどう読むのかなと思うようなことですけれども現役看護師ということでですねまた可愛いいキャラクターですねそして音声は「はじめまして」。 アメハ,レハーと申します一緒にお勉強頑張りましょうちょっとしっとり系の声です次は2期生最後のナミネリツです。プロフィールは地獄のような安値を踏み抜いて生まれたということですけれどもなんとなく意味が分かったようなわからないような不思議な存在ということです。好きなものはチョコクリスピー。 体重が25トンあるというのも面白いところですね。じゃあ、音声を聞いてみましょう。名前、ナミネリツだけど、由来、安価踏んだ人に聞いて。んなんか文句ある踏むわよ。ちょっと設定が魔女っぽい、そんな感じになってるナミネリツです。次は3期生からです。黒野武裕、初めての男性ですね。この声も、 いろんな使い勝手が多い声です。僕も気に入って使ったりしています。ここらは本当の人間なのか、体重が66キロとですね、とっても現実的な青年になっています。音声は、黒野武博だ。これからよろしくな。ここの歌詞、どういう風に表現するかで悩んでるんだ。アドバイスくれないかこのように、 ちょっとツンツンした感じで偉そうな文脈を入れるとですねこういう風な「少し悪」というところが出てきそうな黒の竹広ですけれども普通のおとなしい文章を入れるとこれも MC には使いやすい声でした同じく3期生から男性です白上小太郎小太郎の子が「虎」というところが面白い設定ですよね。誕生日が、 秋生まれなんてごまかしているところも面白いところです。音声です。俺は白神小太郎。俺、見た目より若く見られるんだけどこれでも立派なハイティーンなんだよ。えハイティーンってのはな。えっと。まあ、とにかく元気ってこと。よろしく。これはすごくキャラが立った小太郎ですので今までの ゆっくりボイスなななんんかに代わって使えそうなそうキャラクターですボイスボックスのキャラクターが管理されているというかこれをボイボ領なんて言いましてそこには立ち絵なんかも配布されていますこの過去のイベントというところの中のいっぱいのキャラクターこれを押すと Google ドライブからダウンロードができるようになっています例えば四国メタンの ダウンロードをしたものを開いてみましょう嬉しいのはこのようにこれは PNG ファイルですですから背景透明でこのようなキャラクターが自由に使えますそして Photoshop のファイル PSD ででも配布されていますちょっと見てみましょう僕は Photoshop は持っていないんですけれども Photoshop を編集できる アフフィィニティというソフトで今開きましたこのようにこの顔の部分と胴体の部分が別々になっていまして編集がしやすい状態になっています2つあったもう一つのファイルを開いてみましょうこちらはもっと細かいところまで分かれていますこれは口の差分ということで口がない部分ですねはいこのように たくさんのレイヤーになっていまして、口がヘの字、こういうのに持っていけたりします。はい、こんな感じにもできますし、例えば、片方の目を見てみます。ここで、ウインクというのをオンにします。そして、目を隠します。はい、こんな感じにウインクの絵を作ったりすることもできます。ここらは、 MMD のモデルなんかも意識してるんだと思うんですけれども僕も MMD の構造などについてあまり知識が深くないですのでこの辺のところは皆さん研究してくださいでもこのように Adobe Photoshop のスタイルで立ち絵が提供されていて絵を作るのもやりやすいですね今使われている音声それでちょっと声を聞いてもらいます今までは、 一人の男がコンピュータに向かってネット配信を見ています。こんな感じのをちょっと変えてみましょう。簡単で便利な動画編集。ブルーと一緒ならできます。簡単で便利な動画編集。ブルーと一緒ならできます。そして今わかったことですけれども、今紹介しなかった青山流星など他の音声もあるようです。 簡単で便利な動画編集ブルーと一緒ならできますはい、じゃあこれを入れてみましょう青山流星の場合は青山流星とクレジットを記載すれば商用、非商用両方で利用ができるという風になっていますこのように著作については皆さんの方でしっかり確認をして使ってください一人の男がコンピュータに向かってネット配信を見ています おおいいですねこれはいいですすごくドスの効いた落ち着いた声でアナウンスにもぴったりですこのようにボイスボックスが実装されたことによりいろんなキャラが無料で使えるようになりました是非とも皆さんの方でも使ってみましょうこの「ボイボリ領の住民たち」というサイトの URL は概要欄にも貼っておきますので 皆さんの方でこれからもボイスボックスの楽しいキャラクターと一緒にブリューを使って応援していきましょう。村長スタジオでした。